皆さんこんばんは、ナナオヤンズです。今回は費用に関するお話なんですけど、僕たち車中泊で日本一周してて、でまあ食費とかガソリン代とかいろいろとかかってくるお金ってあるんですけど、その中で意外と積み重なってかかってくるっていうのが入浴費、お風呂ですね。ということで今回は入浴費を限りなく抑えていくための僕たちが使っている方法を紹介していきます。それがこちら、雑誌温泉博士です。私たちはこの雑誌のおかげで0円で全国の日帰り温泉を利用してきています。入浴費を抑えたい方や全国の温泉を巡りたいという方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速紹介していきます。一つ目のポイントは、全国の温泉が無料、もしくは子供料金で入浴することができます、で大体目安として対象施設の 6,7 割ぐらいが無料入浴ができて、で無料じゃないよっていうところでも大人が子供料金で入浴できたりするんで、ネットのクーポンよりも全然お得。二つ目のポイントは、対象施設がかなり豪華っていうことです。うん、無料って聞いたんで、うん、もう結構ボロボロなものをイメージしとって、まあ、洗い場がなかったりとか、コケ生えとったりとか。コケそこまではないか。そんなイメージあったんですけど、はい、実際はかなり本当綺麗で、源泉のかけ流しのお風呂が多かったり、すごい有名な豪華ホテルの日帰り入浴が無料ですよってのも多くて、アメニティとか、まあ、サウナもなんならね、ほとんどの施設であって豪華でした、ポイント3つ目は、雑誌の本体価格が安いです。本体価格はなんと税込み650円です。場所によっては1000円超える施設も無料になっていたりもするので、一軒行くだけで元が取れてしまいます。こんな感じで旅好きとか温泉好きの人にはすごい魅力たっぷりの雑誌です、ということで早速使っていきたいと思います。イエーイ。まずはお風呂セットと温泉博士2冊を持って受付に向かいます。この時いつものように券売機で入浴券を買う必要はありません。受付でその施設の欄に利用済みスタンプを押してもらいます。これだけです。それではお風呂に行ってきます。さあ、お風呂から上がってオフモードのなあこちゃんと合流しました。炭酸風呂、炭酸風呂よかったね。男風呂もあった、あったよ、めっちゃ長時間あったよ。こんな感じで使い方がすごいシンプルなんで、まあ、誰でも簡単に利用できるかと思います、最後に温泉博士の注意点を3つお伝えします。1点目はすぐに売り切れることです。とっても人気で扱っている店舗も限られているので、温泉博士の取扱い店舗や対象施設は温泉博士公式ブログで随時公開されているので、ぜひチェックしてみてください。2つ目は、土日祝日は使えない店舗もあるので、事前に電話で問い合わせされることをおすすめします。3つ目は、原則1冊につき各施設大人1名1回限りなので、2人だと2冊必要です。こんな感じで税込み650円で全国各地の温泉を無料、もしくは割引料金で利用できる、かなりお得な雑誌になってますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はこんな感じで普段僕たちが使っている入浴費を抑える方法を紹介しました。車中泊で入浴費を抑えたいって方とか、温泉好きの方は、まあ、やり方もすごいシンプルなんで、まあ、ぜひ真似してみてください。こんな感じでこのチャンネルでは車中泊に関することとか日本一周に関することとかをどんどんアップしているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。またでー。